どうも、陣内智則です。今回のネタはヒーローショーということで、多分知らない方たくさんいると思いますけど、今回はですね、初めてのユニットコント。ね、いろんな方とやるお芝居というか、コントを今回流そうかなと思います。これはね、まあ我ながら、もうよくできたお話が作れたなと思ったんで、結構昔に作ったんですけど、まあ、この映像的にもちょっと昔の映像ですけど、長いんでね、まずは見てください。ただね、一つ言っとくと、出てるメンバーが豪華です。まあ、若かりし頃のジャングルポケット、座長になる前の吉本新喜劇のスッチ、これが出てるんでね、まあ、これに関しての話もね、あるんでね、終わってから喋りたいと思いますから、まずはヒーローショー、ご覧ください。どうぞ。もうすぐやな。なあ、なあ、でもあいつ遅いなあ。何やってんの。もう始まるで、もう。何してんねん。すいません、買ってきました。遅いね。いや、ものすごい並んでたんですよ。ああ、そうなん。てか、なんでこんな格好で買いに行かすんですか。ものすごい笑われたじゃないですか、僕。ええねん、そんなの。はい。笑われたんですよ、僕。たこ焼き、たこ焼き、おい。ありがとう。おい、行こう。うまいな、たこ焼きな。いいね。うん。たけ。うん、はい。飲み物は？え？飲み物？いや、頼まれてないから買ってきてないですよ、僕。え？わかるやん、普通。嘘だろ。え、頼んでないじゃないですか、だって。絶対なやつじゃん、それ。お前、飲み物ないで、お前、舞台中どうすんの？最悪だよ。何やってんだよ！え？お前は本当に気が利かねえな。たこ焼きを頼んだってことはな、同時に飲み物も頼んだことになるんだよ。行けよ！行け！行けって！じんちゃん行ってやったよ。行け！でもすぐ買ってきます。じんちゃん行ってやったよ。でもサイト関係ないし。え？関係ない。関係ない。頼んでないだろ。もう始まるから。もうええよ。次から買ってもらわんで。あ、わかりました。すみません。もう始まるしさ。タケ、ちょっとお客さんどんだけ来てるか見てきて。うわ、ちょっと。ん？めちゃくちゃいますよ。もう子供だけじゃなくて若い子もいますよ。マジで？やっぱ仮面ライダーショーはどの世代にも人気やな。そうっすね、うん、てか、なんで劇団入ったばっかの僕が主役の仮面ライダー役なんすか。ちょ、荷が重いんすけど。あのな、この劇団チューリップは新米の初舞台は主役って決まってんねん。でもほら、お前主役やで、ライダーやで、ええやないか。いやでも、あんな大勢の前だとやっぱ荷が重いっすよ。みんなな、それな経験してんねん。初舞台は主役、ええやんか。で、タケ、はい、今日のヒーローショーさ、ヒーローとショーカー買ってくんねえかな。え、頼む、今日だけ変わってくんない？いや、無理ですよ。いや、無理や、もう練習してんねんから、それ無理やって。いやいや、実はさ、俺、最近彼女ができたの。あの、めぐみちゃんって言うんだけどさ、これ、ほら、その子が今日見に来てるらしいんだ、見て、じんちゃん。ヒロ君、ヒーローショー見に来ちゃった。ヒロ君のかっこいい姿期待してます。プレゼントのカバン、気に入ってくれたかな？いやいや、だからってあかんわ。それはもう決まりやし、もう練習もしてきたし。いや、頼むよ。それは無理やろ。いや、今日だけ俺ヒーローやらしてくれて。いや、それはあかんで決まりやねんから。そんな、いや、俺ヒーローやりてんだ。あかんねんって。それはしょうがないやろ。いいな、ヒロは彼女がいて。じんちゃん、俺もう彼女欲しいよ。いや、知らんし、俺大体斎藤のタイプとか知らんし。あ、俺はね、マツコデラックスを少しぽっちゃりさせたくて。いや、バケモンやん。バケモンやん、そうなったら。俺、デブ戦なんだよ。あ、そうやった。知らんかった。乗り組み子を太らせた感じでもいいからさ。いや、もうすごいな。紹介してよ。いや、まあまあ、そういう子がおったら紹介するわ。本当に？ああ、ありがとう。タケ、マジで頼むわ。今日だけ変わってくれ。無理です。マジで頼む。いや、無理です、本当に。それやったら俺もヒーローしたいわ。いや、今日は俺ヒーローやしね。いや、俺がヒーローしたいわ。あ、じいちゃん、デブ紹介してくれよ。俺頼む、今日ヒーローや。いや、俺はヒーローって。俺デブじゃないと無理なんだよ。俺がそうやってヒーローや。デブだ。誰が主役やろうが、それも関係ないやろ。わしらの仕事なんや。一つになって来てくれたお客さん楽しんで帰ってもらう、それやろかい。それがわしら劇団チューリップの役目ちゃうか。小林さん、すみませんでした。すみませんでした。すみませんでした。
俺さ、この写真の子って誰ですか？ああ、タケ、それは聞いたあかん話。ええねや。聞きたいか？はい。この子はな、20年前に生き別れたわしの娘や。この子な、ヒーローショーが大好きな子やった。わしがな、この年までヒーローショー続けとんのはな、もしかしたらいつかまたどっかでこの子に会えるんちゃうかって、そない思ってなんや。あれから20年や。大きなっとるやろな。わしはな、娘に会えるまでこの劇団チューリップ続けるつもりや。せやから毎回こうしてな、写真見とんねや。そうだったんですか。おやさん、いつか会えるといいですね。ありがとうな。わしな、娘に会ったら真っ先にな、おんぶしたろう思とんねや。おんぶですか？せや、おんぶや。早くおんぶできたらいいですね。よっしゃ、お前行こうか。はい。劇団チューリップ。俺言ってない。じゃあそろそろ始まるで。よし、すいません、やっぱ最後に一回だけ練習してるんですか？そうやな、分かった。ほんなら、ちょっと流れだけ確認しようか。お願いします。じゃあとりあえず、ブザー鳴ったら、はい、MC のお姉さん登場します。はい、ほんで、俺とヒロ、ショッカー役ら。はい、ショッカー役の俺と二人と、あと三人ショッカーおるから。はい、5人が舞台に出ていきます。はい、で、ライガーの竹にかかってやられる。はい、そして、やられる。はい、で、俺らは舞台に吐ける。はい、で、ライガーのセリフ。地球の平和は、僕が守る。そう、はい、これ2回あるから。2回、はい。で、最後クライマックスな、大きな岩に中に隠れてんねん。で、なんだこの岩って言われたら食べちゃうぞ。そう、クライマックスやからな。なんだこの岩は食べちゃうぞ。わかった、それ以外絶対出たらあかんぞ。食べちゃうぞ。言うてない、それは。なんだこの岩は食べちゃうぞ。そう、子供はまさか岩から出てくると思わへんから、びっくりするから、それまでずっと岩の中に隠れて、なんだこの岩は食べちゃうぞ。わかったな、それがクライマックスやから。はい、よし、頑張ろう。あ、ブザー鳴ったぞ。よし、もうそろそろやな。はい、OK。 皆さん、あ、出た。こんにちは。今日は仮面ライガーショーに来てくれて本当にありがとう。タケ、頑張ってな。はい、頑張ります。あ、ヒロ、 OK、 行くで。よっしゃ。よし、この会場は我々ブラック団が支配する。行け、ショッカー殿。キャー、キャー。ちょカバン？え、なんでカバン？タケ、バイク買ったの。え？電動スクーター、下のデパートで買ったの、時間があったから。見てね、ちょっとかっこいいと思わない？ね、タケ、いや、ね、これで帰ろうと思うんだけど、どう思う？ね、タケ、どう思う？これ話してください。ちょっと本番なんで、もうやめてください、そういうの。本番行くんで、僕。よし、じゃあ僕行ってきますんで。頑張ります。頑張ります。よっしゃー、おやっさん、ちょっとクロスワードで分からないところがあるんですよ。この盾の鍵のオール巨人師匠の本名ってこれなんすかね？南出茂や。南出茂。あ、本当だ、ぴったしだ。じゃあ次なんですけど、横の鍵の桂金志師匠の本名、立ち入り弁蔵。立ち入り弁蔵。ぴったし。おやっさん、すごい。してね、なんでカバン持ってくる？いや、だからさっきも言ったけど、彼女来てるから。お、見たことある、お前、ショッカーがええ感じのカバン小脇に抱えて出てくんの。お前、子供びっくりしてたやんけ。いや、見たことないよ。でも彼女来てるから。いや、もうむちゃむちゃやぞ。ほんでお前、なんで勝つねん。彼女来てるから。ヒロ、むちゃむちゃやわ。いや、あのさ、ジンちゃんは彼女いないからそういうこと言えんだよ。ジンちゃん、デブ紹介して。うるさいねお前は。もうヒロ、むちゃむちゃやって。ちゃんとしようや。分かってるよ、もう。お姉さん、すいません、ちょっとこの牛乳いただいてもいいですか？ごめんなさい。も
まに。さ、松江くさ、くさ、え、ちょ、なんすかおやさん、これいつの牛乳ですか。平成3年のや。はいや、おやさん、平成3年、20年前っすよ。なんで持ってんすか。20年前に生き別れた娘が残した牛乳や。いや、そんなもん持っといてどうするつもりなんすか。もう捨ててください、これもう。うわ、最悪だ。お前やばいで、絶対やばいよ。絶対払いたくなるよ、これ最悪だよ。バチ当たって、バチ当たって、お前。バチじゃないよ、もう。最悪や。なんすか、ヒロさん、今。そやろ。めちゃくちゃじゃないっすか。ちゃんとせえよ、お前、ほんまに。おやさん、そろそろ出番です。おやさん、お願いします。はい、お願いします。おやさん、お疲れ様でした。はい、お疲れさん。よっしゃ、またじゃあ行ってきますよ、僕。頑張ってな。ちょっと、ヒロさん、次お願いしますからね。よっしゃ、そう、彼女が来てんだよ。ね、じいちゃん、ん、じいちゃん、バイク買ったの、見て。え、じいちゃん、どこで買ったの。下のデパート。え、なんぼやったん。もう忘れた。忘れた、うん、もう自分のものになってるやん、これ、うん、え、すごい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 。いいでしょ。え、ちょっと貸して。え、どんなんこれ。何が、どうやんの。え、かっこいいよ。かっこいいでしょ。うん、え、これ動くの。うん、あ、ちょっと、ちょっと、じいちゃん、斉藤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 、じいちゃん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 、斉藤、じいちゃん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 、今舞台出たよね。みんなめっちゃこっち見てた。俺、俺の返して。お前が持ってくるからやろ。もうこんな置いとけ、向こうに電気切って。どうすんの、お前もまたニヤニヤして。もう、あ、ヒロ君超かっこよかった。カバンショッカーにぴったりだね。アホやないか。どんなメールやねんこれ。おい、アホとか言うな。そんな見るなよお前。俺はな、めぐみちゃんと本気なんだよ。真剣にな、結婚まで考えてんだよ。いや、ヒロよ、いや結婚はええけど、よく考えてみ。こんな俺らみたいな衝撃団で、しかも売れへん役者やで。お前とその彼女がほんまに結婚したくても、ご両親が許してくれるわけないやろ。確かにな。まださ、両親に会わせてくれねえんだよな。やっぱ俺こんな仕事してるし、会社全然ないしさ。俺なんかが挨拶行ったって、ご両親が結婚許してくれるわけねえよな。おやっさん、もしおやっさんの娘さんが結婚したいって言ってきたらどう思います。ヒロ、あ、誰に何聞いてんねん。すいません、おやっさん。自分の愛した娘がな、他の男に取られていくんや。そらな、どんな親でも影響せんわ。せやけどな、自分の娘が本気で愛した男やったら、それがどんな男であっても反対する親はおらへんのちゃうか。まあ、要はな、まっすぐ気持ち伝えるこっちゃ。まあわしやったらその男一発殴るけどな。さあ、でもな、そんなんでひるむような男はあかん。まあモノマネの一つでもしてな、場和ませるぐらいの器量は必要やな。まあモノマネしたら下で殴るけどな。いや、もやさん。ちょっと、仁さん、なんすか今の。ああ、ごめんごめん、ほんまにごめん。ちょ、ほんまに勘弁してくださいよ。ちゃうねん、こいつや、サイトがこんなん買ってくるからやねん。俺じゃないよ。お前買うな、こんなん。ああ、おやさん、お願いします。はい、お願いします。おやさん、お疲れ様でした。はい、お疲れさん。ああ、そろそろクライマックスやで。あ、サイト、ほら、大きな岩に隠れて。なんだこの岩場、食べちゃうぞ。そう、分かった、クライマックスやから、子供たちびっくりするから。な、ほんで今ほら、暗転中に岩の中に隠れて。分かった、行こう。でも俺暗いとこダメだからさ、タケ連れてってくんない。ああ、別にいいっすよ。めんどくさいな、もう。頼むよ。見つからないようにな。頼むで。なんだこの岩は。食べちゃうぞ。そう、頑張れよ。よし、クライマックスや。ああ、ヒロ、じゃあ俺らは客席に降りて人質を連れてくるっていう役目あるから、行こう。ごめんね。
いや、あかんけど。お前ちょっと待って。じゃあお前もう行かなかった。お腹が痛い。いやいや、ダメだ。100万円で人質。ダメだ。人質、お前行かなかった。先行ってて。早来いよ。早来いよ。じゃあ。行け、ショッカー。しゃあ、クライマックスか。頑張るぞ。おやさん、僕頑張りますからね。し。あ、ちょっと牛乳飲んでいいですか。なんすかこの牛乳、まずっ。うわ、あら、痛い痛い。ちょっとおやすさん、ちょっとお腹痛いんですけど。おやすさん、痛い痛い。やばやばい、ちょっとお腹痛い。なにこれ、かけ、痛い。おい、大丈夫かおい、かけ。そんなことは、ライバーの音鳴っとるから。かけ、どないすんねん、おい、かけ。おい、子供ら鳴っとるの、おい。かけって、おい、クライマックスやがな。大事なとこ、おい、タケ、タケて、そう、来ないなったら、はい、皆さんこんにちは。今日は仮面ライガーショーに来てくれて本当にありがとう。みんなも仮面ライガーみたいに強くなるにはいっぱい食べないとダメだよ。何？この会場は我々ブラック団が支配する。え？行け、ショッカーども。させないぞ。どっからでもかかってこい。
は僕が守る。大きなったな。おやさん、まさか20年ぶりやな。おやさん、めぐみちゃん、娘さんと真剣に交際させていただいております。娘さんを僕にください。ライガポーやっさ、どうもバットエイジです。ライガポー、幸せにしたってくれ。おやさん、いや、お父さん、なんかよ分かんないですけど、よかったっすね、おやさん。おやさん、めぐみちゃんって言ったよね。めぐみちゃん、お父さんだよ。ほら、20年ぶりのお父さんだよ。おやさん、ほら、お父さんだよ。ほら、めぐみちゃん、ほら、ほら、何遠慮してんだ、めぐみちゃん。お父さんだよ。遠慮する必要なんかないんだよ。おやさん、よかったね。お父さんだよ。夢叶ったね。よかったね。よかったね。なんか分からんけど、よかったね。ということで、劇団チューリップによる仮面ライガーショーでした。本日はどうもありがとうございました。何この岩、うん、食べちゃうぞ。タイプ。さあ、いかがだったでしょうか、ヒーローショー。まずね、最後のジャイコっていうね、ちょっと大きい女の子がね、バラと豚バラ持ってたところが気になったと思うんですけど、あれは多分ね、そのイベントのなんか振りがあって、そういう伏線があったと思うんで、いきなり見たら何のこっちゃわかんないと思いますけど、そういうのがあって、あと女の子がね、ちょっとモザイクを、一般の方なんでね。さあ、このね、ヒーローショー何がすごいかって言いますね、ヒーローショーにキャスティングされたら、売れる伝説っていうね、これがあったんですよ。
もともと僕がね、結構昔にこのコントを作って、さあ誰がキャスティングしようってなった時に、まだ売れてなかったブラマヨとチュートリアルを僕選んだんですよ。おやすさんを吉田にやってもらって、で小杉を斉藤の役ね、で福田にはライガーの役で、得意に太田の役をやってもらって、まだ全然売れない頃ですよ。ほんで彼らがまあ売れましたと。次やったのがね、名もなきショッカーをネルソンズ、ほんでジャンポケを呼んできて、ほんでスッチーおやすさんにしたら、これまたネルソンズがバー売れて、ほんでスッチーは座長になって、スッチコで大ブレイクして、でジャンポケも売れて、でこの話を聞きつけたですね、大山秀夫というね新喜劇でね、大山さんがね、俺も出してくれと、俺をおやすさんにさせてくれって言われておやすさんをしてもらったんですよ、大山さん。そっからこの伝説がなくなったというたまにはこういうね、ちょっと長いやつも見てくださいということで、今回ヒーローショーでした。ありがとうございました。